レイさん対戦お願いします。クッパ、最近クッパ多いんだよな。だからなんか重量級がね、またこのビップマッチ界に増えてきた気がする。わかる？なんか一時期めっちゃ重量級減ってキモいキャラばっかしかいねえなって思ってたんだけど、最近またね全体的に重量級が増えてきたんだよ。これはねやっぱ嬉しいことですね、俺にとっては。やっぱね、重量級同士の戦いが一番面白いし、やっぱ一番スマブラしてるって感じがするから、ちょっと強いな最近。そうクッパもなんか強いやつ増えてきたんだよ。いやクッパっていうかね、全体的に重量級使ってるやつ強いやつが多いっていうか、重量級使いのレベルが上がってる気がする。サンドバッグとかも含めて、まあ、ガノンです。あぶね。さあ 144% 対、49%。 なんか戦いづらいな。これ何なんだろう、小戦場だからかな。これそう出して、ここのガキ借りたい。えっ、なんか今俺の吸い込みによってなんか 戻しちゃったよね。第2、いやクッパ、最近クッパ使いみんな動き早いんだけど、なんかみんな早いの分かる。やっぱ全体的にレベルが上がってんだろうな。今のビップマッチという重量級メタがはびこっているこの環境でやっぱやっていくには力をつけないといけないんだろう。いやレバガチすんのかよ、いいんやん。さあここすぐさま追いついていって 28% 対 0%。 まあこれはね五分と言っていいでしょう。やっぱなんか昔みたいにさ、重量級だったら40秒とか30秒で倒せる試合がもう減ってきてるからな。痛い、あーなんかどうしても、あやばい、ちょっとお願い許して。あーちゃんと勝ってくるね、そこ空中で。そうあれ俺がねこの上火暴発した時に、あれ一番やられたくないのは空中で狩られることなんだよね。下でねなんかスマッシュとかホールドしてくれたら絶対無料で返ってくれるんだけど、これ試練かっけー、これやっぱ俺かっけー。うわマジかよ。でそのクッパの空母さ、吹っ飛びどうなってんの、マジでその空母飛ぶよな。痛い痛い、あー怖い、こうなってくると怖いよ。もう今戦闘力上げたいんだよ俺。さあ 56% 対 76%、 いいよこの崖で。ああクッパって意外とさ、これ腹筋借りづらいんだよな。危ない危ない、マジその空母やめろ、お前空母マシンになってるこいつ。なんか暴発の横スマが当たった。ああ枯れね、ああやばい怖い、あ怖い怖い、もうこうね、こういう試合嫌だ本当に。お願い、よし、疲れる試合だ。魔王イカゴミヤか、やっぱれてる。開幕ちょっとつ猛進返しで、なんか最近さゴミヤ使ってるやつみんな開幕ちょっとつ猛進バレてんだけど、なんでゴミヤ全員開幕ちょっとつ猛進バレてんの。あーやばい、ちょっとお前これ決めたら本当にイカ野郎やめろ、タコ豚、あもうクソったいがよ。もうなんか俺最近本当にこれ即死コンボされるのムカつくからやめて、特にゴミヤはいろいろなんか思い出してムカついてくる。よしよしよし、これ俺今マジで狙った、マジで踏みに行ったら本当に踏めてバーストできた、マジだからこれ本気今狙いに行ったから、その証拠に技とか暴発しなかったっしょ。お前財布出てねえから、ああやめろ持って陰キャが、うれっ、あぶねえなそれ、助けてやめて。あどうやら資格が奪われ始めているようだね、これはでかい。でもこいつちょっとなんかコンボ精度高めのゴミやだから、ちょっと油断できない。全然1ストック財布当てられてバーストされて、そのまままたワンチャン即死コンボとかもありえるから、このストックで殺す、そのクロス一番得意なんだ。アミさん対戦お願いします。女の子もしかして、でもキングル使ってるから、いやちょっと待って、うまい、痛い、これ女じゃねえだろお前、ねえちょっと、あぶねえマジでお前絶対女じゃねえ、こいつ絶対ネカマだわ。であのワンチャンね、やっぱあの最近俺の視聴者とかでも女の子リスナー結構多いから、全然あのキングル使ってる女とか女性もいると思うんだけど、こいつはやっぱりネカマだわ。これなんかあれ絶やってるもん、台の上で
絶対女の子絶とかしないからね。俺本当に聞きたいんだけどさ、スマブラでさ、よくあのネカマで女の名前にしてるネカマいるけど、あれなんでしてんの？本当にそれ教えてほしいんだけど。ちょ、誰かあのコメント欄でさ、女の名前にしてるネカマいたら教えて、どういうことか。はい、体貫通させていく。こうやって殺すんだよ。やられたらやり返せや。そうだから、ちょっと本当にあのコメント欄で、あの僕の視聴者の中でこの動画見てる方でね、あの男だけど女の名前にしてるっていうやつを言ったら、ちょっとどういう理由でそういうことしてるのか教えて。本当に気になる。眠れなくなってくる。しかもアミって俺の友達だし。あ、てかそうそう、そういえばそのこの間、そのちょうどね、マジでアミと、あとあのユカっていう女の子と、あとサトシとね、4人でちょっと遊びに行って、やばい。まあいいや。そう、それであのアミとユカと、あとサトシと一緒にね、あの4人でね、その男女で入れる岩盤浴にちょっと汗かきに、一汗かきに行ってたんだけど、その時にあの俺がめちゃくちゃ岩盤浴で汗だくになってるところを、なんか写真に、あ、そう、アミに写真に撮られて、それでその写真がなんかすげえ汗だくで、なんか苦しそうな顔してる写真がめっちゃイケメンだったから、その写真をね、 X とあとインスタグラムにフォローしてくれてると限定で投稿したところ、ケイカトンケールのボンバー、その投稿がめちゃくちゃバッテー8万5000いいね、5万5000リップコメントくらい来てて、リップはコメントの内容も岩盤浴とか言ってるの陽気ですねとか、エクサシーさん汗かいててもイケメンとか、エクサシーさんの汗なめ飲み干したいみたいな、なんかあのコメント、リップとかコメント送ってくるやついて、結構好評だったんですよね。はい、なのでね、まだ見てないよって人はぜひ概要欄からね、X だとインスタグラムフォローして飛べるんで、フォローして見てみてください。ちょ、岩盤浴のね写真イケメンなんで、あぶねえ、レバガチャすっから、リップとかコメントください。結構、あー、かっこいいんで、まだ生きてるよ。待って、こいつボール君の技やってる。お前やっぱネカマだわ。お前アミじゃねえだろ、翔太とかだろ絶対本名。頼む、よし、危ねえ。最近強いってみんな。あー、メタナイトやだな。なんかこのからサンバのカーニバルの衣装みたい。効かねえから、もう即死コンボ。俺もう二度とメタナイトの即死コンボは食らわないって誓ったから。これ当てたらお前の勝ちでいいよ。あ、やめてねえ、うんこ、ねえ本当にやめてって。なんかどうしたらいいの。はあ、めっちゃ持ってかれたんだけど。え、嘘でしょ。はあ、待って、こいつやばいやつ。あ、もうやばい、もうやめて本当に。ねえお前さ、絶対さ陰キャやん。もう爪楊枝やろうがよ。陽キャエピソードもなんかある？お前陽キャエピソード話して聞きてえわ。こいつの陽キャエピソードないだろうけど、俺はめっちゃあるけどね。普通に昨日とかもあの朝5時までカラオケで飲みオールしてて、普通にさくらんぼとかでなんかコールしたりしてたから、めっちゃ陽キャじゃない普通に俺。あー、きくる。ねえもうさ、ね、今のまぐれじゃん。絶対踏むつもりなかったでしょ。ああ。ねえお願いやめて、もうこれ以上いじめないで。見てろ。はい、ということで、まあ、今回はこんなとこですかね。やっぱね、ちょっと最近ビップマッチレベル上がりまくってるわ全体的に。なんか昔みたいに20秒とか30秒とかで秒でしょる試合がねできなくなってきてる。はい、これね分かる人いたらぜひコメントで共感くださいということで、まだねチャンネル登録と高評価まだの人はぜひ今のうちにお願いいたします。あとね、概要欄からX とあとインスタグラムのフォローもいきます。でそちらもぜひお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。